どうもお疲れ様です。なんか危ないデカがまた帰ってきた危ないデカとしてスタートするみたいですね。すごいですね。いや私危ないデカ一切見たことないんですよ。一切見たことないんですけども、この帰ってきた危ないデカをね見てみようかと思います。というのが、まあ何十年にもわたって活躍してきて、そしてねもう終わった危ないデカと言われたものがさらに支持されて、また似たようなキャストでね年を取った状態でやるっていうところにね、まあ、人生は長いなというふうに考えるんですよ。俳優さんって当然ですけども60代とか70代でもうできなくなるってことあるわけですよね。もしくはできたとしても30代とか40代の頃の役ではできないですよね。例えば織田裕二さんなんですけども、20代30代ではものすごくねはっちゃけた、なんかすごく元気なね新入社員とか新人社員みたいな役はすごく似合ってたんですけども、40代50代の落ち着いた雰囲気の中堅社員とか幹部社員ってのはなんか似合わないんですよね。というところで、その役者さんの旬ってのがあるんですけども、でも中村徹さんもそうですけども、柴田恭兵さんとかね、舘ひろしさんとか、なんか年齢に応じた人物像って描いてるんですよね。舘ひろしさんなんてのは最近ね終わった人ってのをね私も見ましたし、ヤクザと家族でもものすごくいいヤクザの親分の死に際をやってましたしね、その何十年にもわたってその年代のその人物を描ききる、しかも危ないデカって30代とか40代の頃の役者としての演技もあったわけでしょ、うん、でその配役、俳優じゃないですよ、配役の人がさらに20年後30年後みたいな世界を今演じるわけじゃないですか。だからまさにその役者とともに配役がこう二人三脚で生きているっていうところがなんかすごいなと思いましたね。だから全然見たことないし興味もなかったんですけども、この、まあ、日本のね昭和以降西部物語に続く危ないデカっていうシリーズは日本のねそのドラマ映画としてその刑事物の中でもう中核をなすものじゃないかなと思うんですよ。危ない刑事トミーと松ってのもありましたけども、あれも良かったんですけども、まあ続編なくして打ち止めでしたしね。やっぱこう続く作品っていうのが、なんかその仁義なき戦いのなんかこう警察版みたいなやつでね、でルパン三世の要素も入っててドンパチしててみたいな、いいな。危ないデカ見たことがないのにね、なんか今回はちょっと興味が出てきましたね。どんなことをやるのかなって。そして遡って昔の作品を見ちゃうかもしれないですねこれは、いやーすごい、よく皆さん生き残っていたって感じです。まあちょっとお亡くなりになった方もね中にはいるんですけども、でもすごいですね、なんか男はつらいの50作目を見た時と同じぐらいのワクワクがありますね。いや、すごいと思います。はい。それじゃあ。